はい、こんにちは。メイパスの菅沢です。そんな感じで今回なんですけれども、高校の偏差値と大学の偏差値ってどれぐらい格差があるのか、そこをね、動画にしていこうかなと考えております。突然なんですけど、今皆さんね、偏差値60の高校に通っていたとして、大体どのぐらいの大学に進学できると思いますかね、もしかすると偏差値60の高校に通っていたら、偏差値60の大学に進学できるんじゃないかって思う受験生が多いかなと思うんですけど、実はですね、そんなことありませんね。結局高校偏差値と大学偏差値にはですね、実は大きな格差がありますね。そこの格差に潜む現実をですね、皆さんにね、届けたいかなと考えております。少しでもね、受験勉強頑張りたいよっていう受験生は見てください。最後までどうぞ。そのような形でね、今回、高校の偏差値、そして大学の偏差値の違い、そこをね、見ていこうかなと考えております。まずもうね、こちらも言ってしまうんですけれども、もう結論2つありますね。こちら2つとなっております。正直ですね、もう、高校と大学の偏差値、こちらはですね、かなり格差があります。高校の偏差値で60と出ていたとしても、行ける大学の偏差値は50ぐらいなんてことが結構あったりしますから、この高校に行ってる人は大体この大学に行くよっていう目安表みたいなものをね、後ほど表示しますので、そこだけでも見ていただけたらなと思いますけど、まず前提確認をさせていただきましょう。なぜ大学偏差値は高校偏差値よりも非常にね、低く出てしまうのか、そこの原因は何かというところなんですけども、まずも結論としてあるのが、母集団の差かなと考えておりますよね。つまり、主にどのような学力水準の人たちがそこに集まるのかどうかってことです。例えば高校だったら大学に進学しない人もいますし、専門学校に行く人もいますよね。同年齢の中で実際に優等生もいるんだけれども、劣等生もある程度いる環境が高校だと思います。逆になんですけど、大学は偏差値60前後の進学校出身者で、それこそ同年齢の約半分が実際に属す環境ですから、限られた人数で、しかもそれなりに優秀な学生が集まりますので、高校と大学の偏差値はもうそもそも違うよというところをね、あらかじめご理解いただけたらなと思います。なので今ね、高校の偏差値が60ぐらいだから、大体ね、60ぐらいのマージンにいけるっしょって思ってる受験生、その考え方めちゃめちゃ危険ですからね。これだけはしっかり訂正してほしいかなと考えております。というか、やっぱり高校1年生とか2年生は実際にそういうことを事実として受け止めている受験生が多いので、ぜひともそういうことを考えていらっしゃる受験生はですね、今すぐやめた方がいいかなと思います。今すぐ勉強して、ね、今自分の偏差値を65とか70とかまで上げないとなかなかそれでも G マーチ難しいですからね。はい、頑張ってください。ではですね、2つ目に高校偏差値の地域格差というところをね、ご紹介できたらなと思います。ちょっとね、結構厳しい現実になるので、もしかすると地方出身者の方はですね、耳が痛くなるかなと思うので、ちょっと地方出身者の方はちょっと耳塞いでいただけたらなと思います。実際結論に言ってしまうと、地方での偏差値70の高校と都心での偏差値60ではですね、全く進学実績が異なるんですよね。ある高校の例です。これは東京都の偏差値70の高校の進学実績です。こちらは熊本県にある高校の進学実績となります。これを見てほしいかなと思うんですけれども、例えば地方に住む方、そして東京に住む高校の方々ではですね、圧倒的格差が生じているのかなというところがあります。同じ偏差値帯だったとしても、実際に進学実績に乖離が生まれてしまうというところがあるのかなと思います。ということを踏まえたときに、実際に高校の偏差値というものはあくまでも大学の偏差値には当てはまらないということをね、ある程度頭の中に入れてもらえたらなと思いますね。まとめるとどういうことが言いたいかというと、特に地方なんですけども、そこで偏差値70、偏差値65といったとしても、マーチとか総計とかね、東大とかに進学できる層が多いかって言われると、都内に比べると全然多くはないよってところですね。なので、そういうところを踏まえたときに、高校の偏差値を鵜呑みにして、ね、なんとなくいけるっしょっていう感覚でいるとですね、それこそ痛い目見るということは頭の中に入れてもらった方がいいんじゃないかなと思います。結構厳しい戦いが待ってますから、ね、ぜひとも気引き締めて、ね、緩めないで頑張ってほしいなと思います。次はですね、皆さんお待ちかねのですね、偏差値別の主な進学先ご紹介させていただけたらなと思います。偏差値50の高校に通う人はこのところ行くよ、偏差値60の高校に通う人はこのところ行くよっていうところをね、リストアップさせていただいて、一つ皆さんの参考にしていただきたいかなと考えております。ね、じゃあまずはですね、偏差値50未満の高校に通う人たちがどういう進学先に行くのか、そこをね、お話しさせていただけたらなと考えております。ね、まず偏差値50未満の多数派の方々はどうなるかっていうと、まずこんな感じかなと思います。というところで5割が就職、約3割が短大専門学校へ進学する傾向になっております。少数派に関しては4年生大学へ進学する、そうも一定数いらっしゃるんですけど2割程度かなというところですね。主に偏差値45くらいの大学、大東亜帝国はわずかにと駒線も、G マーチもなかなかいないかなと思います。数年に1人とかそういう形かなと思います。統計はあくまでです。もう本当にほぼいないと言っても方がいいんじゃないかなと思います。国公立大学は皆無と言ってもいいんじゃないかなと考えています。それぐらい偏差値50未満の高校から G マーチ、早慶カンカン同様と進学される層はですね、かなり少ないと見て取った方がいいんじゃないかなと考えております。それだけやはり厳しい戦いですし、なぜここまで厳しい戦いかっていうと、周りがですねそういう環境じゃないんですよね。結局人間って良くも悪くも流されやすい生き物なので、周りが勉強していなかったらやはり勉強するムードってなかなか聞きづらいと思うんですよね。これは結局皆さんが悪いとかではなくて、結局環境が悪いんですよね。そういう環境を、選んでしまった自分もね、確かに悪いところはあると思うんですけれども、そういう環境においてなかなかやっぱ勉強できるムードに入らなくて、そのままズルズルいっちゃうっていう受験生が多いので、やっぱなかなかね難しいところになるんじゃないかなと思います。結構ねメイパス含め、それこそ G マーチ語学専門塾今運営してますけれども、やはり偏差値30とか40とかの高校から進学される受験生も一定数いるんですけど、ちょっとこんなこと言うのはあれなんですけど、周りと関わるなっていうちょっと極端な話をしてますね。周りと関わるなってことは別に無視しろって言ってるわけではなくて、周りが遊んでる時に流されるなってことです。極端なことで周りは勉強しません。周りは勉強しないので、そういう環境においてあなたが勉強しないといけないのは、もう周りと距離を置くしかないんですよ。もちろんこれは先ほども言いましたけど、無視するというわけではなくて、周りと、ちょっとごめん勉強するからごめん今日は遊べないってしっかり断ると、それでいやお前もう友達じゃねえよっていうやつはだからもう友達じゃないですね。なのでそこは一つ基準として、偏差値304050未満の高校から大学進学を目指される方は頭の中に入れてもらえたらなと思いますね。続いて偏差値50から55くらいの高校を見てみましょう。こんな感じかなと思います。就職や短大専門進学が約半数かなというところですね。ということは大学進学も約半数であるということが伺えると思います。トップ層は日東駒線に行く形が多いかなと思いますね。大東亜帝国を含めて学年の上位1割ぐらいかなと思います。 G マーチは稀です。早慶はごくごくごく稀ですね。もう国公立は皆無と言っても過言じゃないかなと思います。同じ偏差値帯の高校とはいえですね、やはり高校ごとに進学実績に差がありますから、ご自身の属すね高校の進学実績見てほしいかなと考えております。やはりですねこちらもですね、偏差値55未満の高校に関してもやはり大半は就職短大専門進学ですから、大学に行かれる方はですね少ない傾向にあると思います。それこそ今ねメイパスでも実際に、頑張って周りが就職するとか、周りが専門学校行かれる中で明治大学を目指すよとかマーチね目指すよっていう受験生一定数いるんですけれども、周りとのやる気の差に実際にやる気をそがれている受験生も一定数いらっしゃいます。そういうことを含めた時にやはり周りと距離を置くところ、そして周りを圧倒する力、周りとは違う勉強をしてやるということ、周りとは違う常識ではない非常識な勉強をしているかどうかがかなりね今後の鍵になってくるんじゃないかなと思います。だってね周りと同じ勉強しても周りと同じ偏差値、周りと同じ結果にしかならないわけですから、つまり周りと同じことをしない大学進学を目指すのであれば周りと同じことしちゃいけないんですよ。だからみんなが遊んでるとき、みんながスマホ触ってるとき、みんながゲームしてるときに、皆さんは勉強しないといけない。それを耐えきれるかどうか。ここで耐えきれない受験生が多いので、なかなかやっぱ現実は辛いんですよね。なので、そこに対していかに皆さんが行動できるかどうかかなと思います。続いて偏差値55から60ぐらいのね、高校を見ていけたらなと思います。偏差値55以上の高校になると大学進学が多数派になってくるかなと思います。私立高校に関して言うと推薦含め、日東駒線 G マージ進学者は多数いるかなと思います。これはあくまでも推薦ですよ。カリキュラムが自由のため早い時期に私立文系対策が可能になってくるかなと思います。なんですけれども、一般入試で合格できる割合がですね、かなり少ないかなと思います。実際に、55から60ぐらいになると、なかなかね、やっぱ日東駒線に行けるか行けないか、そういう層が多いかなと思います。トップ層に関して言うと、公立、私立といえば早慶は稀かなというところですね。公立だとするとトップ層は G マーチぐらいですね。なので、偏差値60ぐらいの高校でもですね、G マーチに行ける割合はかなり少ないです。やはり日東駒線に行ける割合がいるかな、いないかな、みたいな形であるというところが伺えれば結構かなと思います。ということで、続いてご紹介するのが60から65ぐらいの高校ですね。こちらは大東亜帝帝国日東駒線がボリューム層かなと思いますね。やはりですね、60ぐらいの高校だからね、マーチ引っかかるんじゃないかなって思っている、ね、受験生が大半かなと思うんですけれども、こちらは絶対に揺るぎません、ね、60から65ぐらいの高校のボリューム層は大体日東駒線、大東亜帝国に進学します。こちらはですね、何かデータがあるのかって思われるかもしれないですけれども、こちらは皆さんの所属する高校の進学実績を見てほしいと考えています、ね、大体日東駒線、大東亜帝国が多いです。しかもですね、進学実績の数字はですね、延べですからね、延べってことは1人で10校取っている場合はそれが全て加算されていますから、ね、実数ですね、実数で見てほしいかなと考えています、ね。偏差値60から65ぐらいの高校のトップ層はどれぐらいいくかっていうと、トップ層はいけて総計かな、学年の上位1割数名ぐらいだと思います、ね。都内の難関国公立はまれかなと思いますね。東大に行く層はなかなかいないかなというところですね、60から65ぐらいだと結構ね、自称進学校が多かったりして、国立大学至上主義みたいなね、高校が多かったりします。で、そういう高校に限っては結構ね、支援、サポートがね、手厚かったりするんですけれども、実際にね、公立大学に行ける層は実はいなかったり、行けてもね、そこまで、難関国公立って言われると、地方国公立に行かれる層が多いかなという傾向ですね。はい。続いて、65から70の高校を見ていきましょう。ボリューム層は日東駒線です。もちろんね、G マーチに行ける層もいると思いますし、峠に行ける層もいますけれども、あくまでもトップ層で、大半は日東駒線に行きます。これは65から70に通っていた高校の方々が多分一番知ってるところだと思います。なので、もしね、大学卒業されたりとか、大学行ってる方はですね、この事実をですね、コメント欄とかで教えてもらえると嬉しいかなって考えてます。それぐらい受験は厳しいですので、一つ頭の中に入れてもらえたらなと思います。で、トップ層は少なくとも国公立大学に少数行けていて、G マーチ、総計にある程度引っかかってるかなという印象ですね。はい、続いて偏差値70以上の高校を見ていきましょう。ボリューム層はどこかというと G マーチ総計に行けている、受験生が多いかなというところですね。はい、ここぐらいになると、G マーチ総計に行かれている方がですね、大半になってきます。なので、それこそ G マーチとか総計を考えていらっしゃる方はですね、ライバルは偏差値70以上の高校であるという認識があれば結構かなと思います。例えばですけど、偏差値60くらいあればいいんだよねっていうノリでいくと、めちゃめちゃコテンパンにされますからね。これは厳しい話かもしれないですけれども、現実ですからね、そこだけしっかり頭の中に入れてもらえたらなと思います。一部のトップ層は東大に行きます、難関国公立大学に行くかなと思いますけれども、やはり大半は G マーチ総計です。なので、G マーチ総計を目指される方、しっかり気を引き締めて勉強を頑張らないとなかなか難しいかなと思います。続いてですね、全国トップレベルの、中高一貫校ですね、例えばですけど、開成とか奈良とか、筑駒とかですね、そういう話になってくるかなと思います。ボリューム層は東大とか総計とか医学部とかそういう話になってきますね。開成高校とかであると、大体3分の1が、東大に行ける、そういう話になってきますので、こういう形になってくるんじゃないかなと思います。で、そこの3分の1は東大に行けて、その他はね、総計とか、医学部とかになってきて、そこの学年の本当に1人とか2人とかが G マーチに行かれるぐらいなので、本当にあれですよね、偏差値40、50の高校と、もう立場が一気に逆転している形になってますよね。はい、という形で、ここまでね、見てきましたけれども、見てみると、偏差値55ぐらいがかなり大きな境目になってるかなと思っていて、就職とか進学のね、大きな壁ができていますよね。はい、偏差値55から60ぐらいの高校は、公立とか私立によって進学実績に差があるかなと思います。3つ目ですね、日東駒線は偏差値50程度、マーチは偏差値55程度、早期は偏差値60、東大は偏差値70ぐらいから徐々に合格者が増え始めている傾向にあるかなと思います。ただボリューム層は高校偏差値と大学偏差値差がありますからね、ぜひとも気をつけていただきたいかなと思います。このような形ですね、一応ですね、先ほどもご紹介しましたけれども、周りと同じことをしていてはいけないということは、このお話で分かったんじゃないかなと思いますね。偏差値65の高校に行けていたとしても、大半は大東亜帝国に行っておりませんです。ということを踏まえたときに、周りと同じことをしているということは、自分の行きたい大学に行けないということが必然かなと思います。なので皆さんがしないといけないことはですね、周りとは違うことをするということです。周りよりも当たり前の基準を高めるということです。なので、周りが今ね、単語帳ね、6割とか7割取っている、単語のテストで6割、7割取っていることを基準にしているのであれば、皆さんは満点を取らないといけない。ね、周りがね、休み時間遊んでいるのであれば、皆さんは休み時間に勉強しないといけない。そういう高い基準で勉強しないと、周りと同じ勉強しているうちは絶対に合格できません。うち打たれてると思って、しっかりですね、今皆さんの志望校合格を叶えるために、こういう厳しい話をしてます。もし少しでもね、受験勉強への意識がね、下がってきちゃった場合はですね、見返すためにですね、この動画戻ってきてほしいかなと考えてます。高評価ボタンを押してもらえればですね、いつでも見返せるような形となりますので、押してもらえたらなと考えております。そんな感じです。今回はありがとうございます。もし少ししても明治大学に合格したい方はですね、メイパスの無料受験相談応募いただくとか、2週間無料体験申し込みいただければなと思います。実際にね、明治大学に受かる方法とか、メイパスとはどんなサービスかとか、自学自習をね、効率的に行う方法をね、解説ね、させていただきますので、ご相談いただけたらなと思いますね。またですね、メイパスはですね、今公式 LINE でですね、明治大学合格診断というのを行っておりますね。明治大学合格診断で皆さんの明治大学合格割合が分かります。参考にしてほしいかなと思いますね。概要欄とコメント欄に入れておきますので、タップして、しっかり自分の合格割合がどれぐらいか見てもらえたらなと思いますね。それではね、こんな感じで終わりにしたいかなと思います。コメント欄でご質問とか受け付けております。すべてね、僕の方でコメントさせていただきます。最後までご覧ください。ありがとうございました。そんな感じで他の動画を見てください。ありがとうございました。